アタリストはアメリカ合衆国インディアナ州アンダーソンにて結成されたポップパンクバンドである。1995年の結成当初、バンドはボーカル、作詞作曲、ギターを担当するクリストファーローとギタリストのジェイソン・トーマソンしかいなかった。そしてドラマーを探しながら、彼らはローの寝室で4曲入りのデモテープをドラムマシーンを用いて作成した。 バンドに転機が訪れたのは1996年、ローがオハイオ州シンシナティでクラブ・ボガートのショーに出席していた時だった。彼はバンドのデモテープの中の一つを地方公演マネージャーに渡し、そのデモテープはバンダルズのベーシストでもあり、カンフーレコーズのオーナーでもあるジョーエス・カランテの手に渡った。その数週間後にカンフーレコーズから連絡があり、 たとえドラマーが不在だったとしても彼らの出すレコードに興味があるという旨を伝えられ、アタリスはカンフーレコーズと契約した。そして、ラグワゴンのデリック・プロードをドラマーとして迎え、1997年4月29日にデビューアルバム Anywhere But Here をリリースした。1997年6月、ローはインディアナ州アンダーソンからカリフォルニア州サンタバーバラへと移り、 その短い間マルコ・デサンティスがベースとして加入した。今までベースを務めていたトーマソンはインディアナに残ることを決めバンドを脱退した。その後、アタリスは一度解散し、ローは金欠に陥ったためインディアナに戻ることも考えていたが、ダンスホールクラッシャーズ、アンリトゥン・ローとのツアーを控えていたために、サンタバーバラの友人であるマイク・ダベンポートを ベースとしてバンドに迎え活動を続けることに決めた。ダベンポートは別のバンドのメンバーで友人のマルコ・ペーニャと小さなスタジオを共有しており、ペーニャのバンドのドラマーであるクリス・ナップについて話を聞き、彼らはすぐにでもアタリスに加入しないかとナップに頼み加入することとなった。さらにその後ペーニャも二人目のギタリストとして加入したが、個人的な事情ですぐにバンドを去り、 代わりに、パトリック・ライリーが加入した。そこから、アタリスは、ツアー等の活動を通して、安定感を増し、アンダーグラウンドシーンで人気を博していった。2枚目の EP ・ブルースカイズ・ブロークンハーツ・ネクスト・ジュニグジッツでは、幅広い賞賛は受けなかったが、3枚目の EP ・ルック・フォワード・ツー・フェイラーにより成功を収めた。その後、ライリーは学業に専念するためにバンドを脱退し、 ペーニャが再びメンバーとして加わる。2001年にはサードフルアルバムエンドイズフォーエバーをリリース。この時持続的にツアーをこなしていたため収録された楽曲は短時間で作られたものが多かった。また、ローはひどく風をこじらしてのレコーディングだったため、この作品について半分も満足していないと語った。2002年、アタリスは カンフーレコーズとの契約を解消して新たにコロンビアレコードと契約する。そして2003年4月4日、ロー・ジョルダンをプロデューサーに迎えフォースフルアルバムであり、メジャーデビューアルバムのソロング、アストリアをリリースした。短いスパンのツアー中でのレコーディングだったが、幅広い層から評価された。ローが自身のギターパートの収録に5から8時間ほどかけたエピソードはよく知られる。 リズムトラックの多くも現代のポピュラー音楽において使われるデジタル編集が行われた。ソロング、アストリアはインディス・ダイアリーやザ・サディスト・ソングなどのヒットシングル曲が収録され、今までの作品よりは内面的な部分は抑えた楽曲が多く、ジミー・イート・ワールドのようなより洗練された作風に仕上がっている。また、このアルバムにはドン・ヘンリーのザ・ボーイズ・オブ・サマーのカバーが 収録されているが、もともとマイリックライをセカンドシングルとして出そうとしていたところ偶然にも、この曲がラジオで放送され始めたため、この曲をセカンドシングルとしてリリースした。このシングルは、ビルボードのデイリーチャート20位にランクインした彼らの最高売上シングルである。結果的に、ソロング・アストリアは約50万枚の売上を記録した。 2003から2004年初頭にかけては、そのほとんどをソロング・アストリアを引っ下げてのツアーに費やした。同年にライブアルバムライブエイティザメトロをリリースし、スパイダーマン2のサウンドトラックにも参加するなどバンドとしての知名度や実力を着実につけていった。2004年の夏から秋にかけて、バンドメンバーは音楽性の違いや経済的側面などを理由に、 別々の道を進むことを決断した。ダベンポートは、今より激しい音楽に興味を持ち、バーサスザワールドというバンドを結成し、ナップは音楽活動を止め、サンタバーバラに戻った。ロートコルラは休暇を取り、次のアルバム制作のために、ニューヨークへと移った。クリス・ロイ、クレスロック2013ロートコルラは休暇を経て、ソロング、アストリアに続くアルバムウェルカム・ザ・ナイトのための、 曲作りを開始した。この時、セッションメンバーであった、パークレンジャーのショーン・ハンセンを、ベース、シェーン・チックレスを、ドラム、ポール・カラベロを、サード・ギター、さらにポレンのボブ・ホーグを、キーボード、アンガス・クークをチェロとして、バンドに迎える。2006年6月10日、アタリスは、コロンビアレコードの内部崩壊のためにレーベルを去り、 同年11月新たに自身のレーベルであるイソラレコーディングスをサンクチュアリレコーズとレッドディストリビューションを通して設立。そして2007年2月20日にフィフスアルバムウェルカムザ・ナイトをリリースした。この作品はビルボードチャート85位にランクインし1万枚以上を売り上げた。アルバムのリリース後、アタリスはアメリカとヨーロッパのツアーに着手した。 2007年9月に次のアルバムについてのインタビューで、クリスローは新たな材料によってエンドイズフォーエバーに見られるような作風に原点回帰し、それよりさらに良質な作品になるだろうと述べている。2008年春にはインディアナ州を本拠地とするバンドザ・ウィンドーズ・ジェンキンスから3人のメンバーがアタリスに加入した。バンドは次のアルバムに向けてレコーディングを開始しており、 ローアルバムに関し、ただメロディックに生々しくキャッチーで陽気なロックソングを歌う。すべての曲が滑らかで縁のある曲とは完全に正反対だ。と説明した。ありがとうございます。